小田切城は日本の俳優、ミュージシャン。本名は小田切譲る。岡山県津山市出身。ドン牛クラブ所属。小田城、小田切と略されることもある。デビューから仮面ライダー空画の開始前までは漢字表記の小田切譲るを使用していた。妻は女優の菓子優。映画監督としても活動している。母子家庭だったため、幼少時は、 映画館に預けられて育った。このことが映画監督を目指すきっかけとなる。岡山県津山市立東小学校、津山市立北陵中学校、岡山県作用高等学校卒業。国立大学の理工学部に合格し、入学金を渡すため門の前まで来たものの、このお金を留学代に使いたいと母に説明し、入学を断念。 カリフォルニア州立大学フレズノ校に留学。当初演出コースを専攻する予定だったが、願書の記入ミスによって演劇学を専攻。その後休学。1999年に舞台ドリーム・オブ・パッションで俳優デビューを果たした。2000年から2001年まで放送された仮面ライダー・クーガの主人公、古代ユース契約にオーディションで選ばれる。幼少期より、 特撮番組とは、馴染みが薄く、リアルな芝居がやりたくて俳優になったから、特撮はやりたくないと発言していたが、彼自身の個性を高寺刺激に認められ、高寺の説得に応じ、抜擢された。2003年公開の映画、明るい未来は、初主演を果たし、カンヌ国際映画祭に正式出品された。この作品は、日本映画プロフェッショナル大賞で、 作品賞を受賞し、小田切自身も主演団優勝を受賞。2004年公開の映画、血と骨では、ビートたけし演じる、金俊平の息子、僕たけしを演じた。この映画における出演の時間は、極めて短かったが、ビートたけしとの過激な喧嘩シーンを中心に演じ、同年度の国内の映画賞の助演団優勝を多数獲得した。2005年公開の映画、 オペレッタタヌキ御殿では、チャンチーと共演。メゾン・ド・ヒミコでは、芸の青年を演じ、前年度に続き、主演での男優賞を複数獲得した。2007年には、自らの脚本、監督による、桜な人たちを撮影。第38回ロッテルダム国際映画祭に、出品された。2007年12月27日。 女優のカシーユーとの結婚を発表し二人で結婚会見を行った。映画パビリオンさん賞ーウオ』での共演が交際のきっかけとなった。翌2008年、二人の誕生日である2月16日に婚姻届を提出した。2010年9月5日に第一子の妊娠が報道され、2011年2月に男児誕生。2014年4月、第二子となる次男が誕生。 しかし、次男は1歳の誕生日を迎えた直後の2015年4月に公約性レウスによって死去。2015年、洋画家の藤田嗣子を演じた主演作品、風女タが第28回東京国際映画祭コンペティション部門に出品される。2016年8月に三男が誕生。2018年、主演映画、エルネストもう一人のバ腹のために、 約半年間かけ、スペイン語とボリビアの方言を習得し、日系ボリビア人の革命家、フレディゼンムラ・ウルタードを演じた。2019年、自身のオリジナル脚本による、初の長編映画監督作品、ある先導の話が第76回、ベネチア国際映画祭のベニスデーズ部門に選出。同映画祭では、出演作品、サタデーフィクションがコンペティション部門に選出された。 ある先導の話は、第56回アンタルヤ映画祭の国際コンペティション部門で最優秀作品賞を受賞した。第34回高崎映画祭でホリゾント賞を受賞した。2021年1月30日、津山国際環境映画祭で小田切が監督を務めた、ある先導の話が上映された。上映後には、小学校の同級生、 川本淳一とリモートワークでトークショーを行った。地元津山市で仕事をするのは今回が初めてである。9月から放送予定の NHK ドラマ、オリバーな犬、この野郎で連続ドラマの脚本、演出を担当する。主演は太字で示す。ありがとうございます。